コホート調査のように、まあ、その臨床研究としてやるんですかやらないんですか。検査を受ける自由、被災者の方々の自由っていうのがありますよね、まあ、受け受けないっていうこと、それは非常に尊重しなきゃいけない。だけど一方で科学的に、まあ、言葉は変わりましたけれども、コホートの現本当に放射線の影響がを科学的に疫学的に調べようとしたら、それはもうある意味で、生涯ずっとフォローするということで、の集団を決めてフォローしなきゃならない。お互いに相反することですよね、その個人にとってみれば。ですからどっちがいいですか。それを我々は両方とも必要だということをこの委員会では提言して、それはそのもう本当に現場の現地で十分にもう理解を得るようにしてというようなことが、まあ、全体のだったかな。では現地に丸投げという、現地で考えろと、福島県で考えろということですか。31ページ32ページでコホート検査というのがなくなりまして、臨床研究に関する倫理指針に基づいて、その甲状腺がんの増加の有無に関する科学的知見を得られるような検査を充実させるべきだと31ページには書いてあります。でその上にはこれまでの甲状腺がんを評価すると書いてあります。ところが32ページには、887とかですねあたりには施策として一律に実施するということについては慎重になるべきで、一方で検査を希望する住民には検査する意義と検査のメリットデメリットの両面の十分な説明と合わせて適切な検査のケアを提供すべきと意見があったと言って、ここで会議で議論されてたことがだらだらと書いてあるだけで、結局専門会議か会議としての結論というのがありませんし、ありませんので、そこをお尋ねしたんですが、永田座長は今結局そのどっちも大事だと、そうですね、いうことをおっしゃったので、つまり専門家会議としてはこれは福島県に丸投げするということですか。32ページは近隣県の話になっていると思います。ですからこっちとこっちは別の、話です。つまり、福島県の県隣、近隣の県についてはこの最後の 3ページ、3行にあるように、894行目からあるように、その自治体が望めば国は支援すべきであると、そういう意味ですか。個別の相談やリスクコミュニケーションについての話です、つまり、ここではその検査するメリットデメリットっていうのはここに会議で議論されたことが述べてあるだけで、それについての結論は一切なく、そしてそのリスクコミュニケーションという言葉についてはやりなさいと、そういうことですね。県外については対策型検診は良くないって書いてありますよね。県内は続けるけど県外はやんないって、対策型の検診をいきなりやることは県外ではもうその線量の関係からやるべきなのをやるべきではないと。それは県内なんですけど、その、WHO で書いているような疫学的追跡調査にしていくべきであるという、で疫学的調査は やるべきだけども、はい、それを全員にやろうというと今度はその被災者の受診の、ね、自由をどうするかという両方とも非常に難しい。それが臨床研究に関する倫理指針というところですね。だからその調査をやるとしたら受診者の自由を十分尊重しながら臨床指針に従った形できちっとの同意も取った上で、その放射線の影響を調べるような企画をすべきだと。そうするとここでおっしゃった疫学的追跡調査っていうのは現行の調査とどんな点が違うんでしょうか。ですね、そこはすごく、まあ、原爆の場合はねもう強制的に広報とが決まってそれを、まあ、ずっと60年間フォローしてきたわけですけれども、それと同じようなことが福島でできるだろうかな。でそのためにこれは被災者の健康を本当に考えたときに一人一人の新潟の検査というものは当然もう
出てくるわけだけども、それと一緒に放射線が怖いと、放射線のせいだということを検診を通じて何かを出そうとすれば、それはきちっと同意を取って、そしてその疫学的な研究としてやらなければならないと。新たにそれを今心でね、の疫学的に怖いということに対して放射線の影響を調べようとするんだったら、それはちゃんと被災者の同意を取って企画して進めなければならないということと、じゃあ、まあ、今も多分あの検査している方の同意は一応あの県立で取ってらっしゃるとは思うんですけど、うん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 、新たに、まあ、その疫学調査として、そうですね、ですから、まあ、その先行検査が終わって一周目が終わって、そのあたりでそ の, もその時点時点で何をやらなければいけないかということを委員の中でも議論するし、県民にもオープンにしてその次のステップを考えていくと、そういう中で本当にその被爆の検査をするんだったら、ちゃんと同意を取ったそういうその、まあ、検査に必要な体制を考えて、お互いに、まあ、理解しながら進めるんじゃない、進めていくと。ここでそのそれを実行するために、ここでね、それをやんなさいとかね、やるべきじゃないっていうところまで我々そんな状況じゃなくて、もっとやっぱり現地の被災者の方と現地で検査する方の間の会話を、まあ、我々としては尊重したいということですね。ここではその決して丸投げという意味ではない、その国に、すいません、いいですか、ちょっと待ってください、続きで、そのために国に対して、国はその福島県にさらにその、体制をあの充実させるように支援をというふうに書いてある、それは具体的にどんな支援を想定しているんでしょうか。そこについてはあのこの専門家会議の報告書をいただきまして、私どもがあの新年度に向けた施策をこれからあの方向性を示していきたいと思っております。あのそれについてもまた近日中にあの皆様方にあのお知らせできるように準備をしたいと思います。あの今回の報告書について、まあ、自治体からも何かしらのリアクションというものが出てくると思うんですけれども、自治体というのはその福島県、福島県とか、まあ、近隣の県に関しても、ね、出てくると思うんですけれども、それについて、まあ、あのこの専門家会議で、まあ、あのまたその意見を返すというようなことってのは今後どういう展開が考えられるんでしょうか。あの専門家会議 の, あ, の あくまでもあの専門家会議の専門家のご意見として今回頂戴しておりますので、まあ、これはあの広く周知した上でいろいろなご意見やですね、あのリアクションがあった場合にはあの環境省としてあの受け止めまして、また今後 の, あの検討にあの還元していきたいというふうに思っております。中間報告という形になってますけれども、今後どういうスケジュールということになっていくのか、具体的にですね、これからじゃあどうするかというと、今あの入手可能なデータはあの提示しまして、そこでもう可能な限りの議論をしていただいておりますので、あのまた新しいものがいろいろ出揃ったところで必要な検討をしなければいけないと考えております。ちょっと具体的にすぐあのじゃあ次何という予定はまだあの立っておりません。今の段階で、まあ、来年度以降 その予算措置ができるものは、はい、ここから中間報告を受けてやっていくというような、はいはい、ですけど、これは、まあ、今日の修正活かせていつぐらいにあのホームページでアップしたりとかする予定ですかね。年内とか近日中にはやりたいと思いますので、あの年内ぐらい、もう数日以内に出せればいいなと思っています。で、さっきの質問ですけど、まあ、これはあの新たなデータがあるまで、まあ、あの中間取りまとめってあってるけども、まあ例えばパブコメとかあえて書き直すとか、そういう性質のものではないんですよね、今回の専門家のご意見ですので、はい、それに直接そのあのパブコメをいただくというよりは、あのそれに対する施策を行政として、はい、あのまあ、方向性を示していきますので、それについてはあのご意見をいただいていこうと思っております。構造に対してはその中間まとめを直すとかじゃなくて、それに対して環境省にご意見どうぞみたいな形になって、環境省が新年度予算なり今後の施策に生かしていくという流れになるわけです、ね、あのこれを受けて環境省としての、はい、あの新年度予算とかですね、新年度やるあの方向性をお示ししますので、はい、それに広くご意見をいただこうかなと。これはこれで公表して、まあ、読めるようにして、はい、で意見を募るのは環境省の新年度の事業については意見を聞くけれども、これについては、まあ、どうこうというだけで専門家の結論だということで公表するということです、はい、
すみません。中間取りまとめに基づいて、具体的にこの環境省が行っている施策については、いつ公表されるんですか。それも合わせて近日中にお出ししたいと思っております。予算確定後ですか。ただ予算が確定する前に方向性を示しませんと、ご意見頂戴できませんので、それは近日中にお示しをして、それでこれから その予算の作業で実現していくというような段取り。パブコメも交渉されます。パブコメも近日中にスタートしたいと思っております。すいません。現段階予算の方向性というのはどういう考えだったのでしょうか。方向性というのは今見えているところ、いくつかこの中で国としてやるべきというふうに書いていただいているところがありますので、そこについて予算措置が必要なものですとか、今までの研究費の中で対応するもの、いろいろあると思っておりますので、今それを整理してできるだけ早くお示しします。社長すいません、福島美優ですけども、原発事故で、低線量構成でありますけれども、被爆を、いやおうなくですね、余儀なくされている人がいるわけです。その人の健康管理を守るというのは、私は国の最低限の責任だと思います。そこの、特に行動性の部分で、なぜ任意というものが入っているのか。検査を、強制的に検査をする、我々の意見はですね、検査対策型で希望する人もしない人も、みんな同じ検査をしてたくさんの検査をするということが決していい健康管理ではないと、そういうことですね。ただ怖いから検査をしろとか、被爆の被害を受けたから検査をしろ、健康検査っていうのはそんなものではありませんと、個人個人が受ける検査に対して採血しろとか何かっていうようなことをですね、ただ怖いからということで強制するようなものではない。もうすでにそれぞれの場所で私たちは被災者と呼ばれたくないという、それだけもう被災者の中で随分も3年経って意見も分かれていると思うんですね。それをただ強制的に怖いから皆さん同じ検査を受けなさいというものではないと思う。福島県側で丹羽先生とかですね、あと安倍先生とかの意見はそうではないですよね。検査をすることが不安の解消につながるという意見が出ているわけです。そういう意見もあるでしょうね。それは中崎さん組みしないってことでしょう。もうこの委員会ではそういう意見は出なかったでしょう。ちょっと補足をさせていただきますと、この31ページのところのこの福島県の対応については、今後も継続していくべきであると評価するというふうに書いていただいております。座長の件聞いてるから、はい、はい、ですからちょっと誤解のないようにこれよく読んでいただきたいと思います。ただ要するに疫学調査として充実するにあたっては、やはりどういう取るべきところは取って、充実する研究に検査に参加していただく方を絞ったらどうかということが併記してあるという整理でございます。すみません、じゃあ補足しただけでしょ。座長に専門的な点でね、ここのところに、31ページと34ページなんですけれども、はい、被爆線量に応じて、検診は行うべきということなんですけど、で、比較的低いところはやんない方がいい。その線というのは100ミリなんでしょうか、200ミリなんですか、1ミリなんですか。科学的に見て被爆線量に応じて検診をすべき線量とすべきじゃない線量を教えていただきたいんです。ですね、将来リスクが考えられるというのは臓器によっても違うし年齢によっても違うし、ただ一律に100ミリだからとかね、50ミリだとかっていうことは言えないと思います。やはり今までのいろいろとその放射線の線量とその人たちをフォローしてた時の異常がについての報告があるわけですから、そこで何らかの異常があるというふうなものに関してはもちろん計算する。臓器とおっしゃいましたけど、基本的にはこの専門家会議では甲状腺がん以外には触れられてはこなかったと思うんですけれども、臓器別の本来ですとそうすると線量をお示しするということもあったのではないかと思います。そこら辺についてはいかがでしょうか。今のその線量がその各臓器別の線量、だから線量の評価に関してはですね、まだまだ今から一つはそうですね、ちょっとそこを整理しないといけないんですけれども、
被爆したかどうかということに対する線量の不確かさというのはもう何度もここで言ってますよね。だから線量の評価は今からもどん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 やっていかなきゃ、もう精力的にやると。そしてその線量の評価に従ってその地域のあるいは被爆した方の健康管理は十分にやらなきゃならないんだけども、分からないからといって全員に過大な健康検査をするということが本当にいいことなんだろうかと、そういうことの非常に難しい議論ですね。そうすると JCO の時のように1ミリを基準に、まあ、検診するというのは問題であったという、うん、JCO の時は私ももうあの時もまあ座長でしたけれども、あれはその国の委員会の結論と自治体のその実行とは随分離れていまして、の国の委員会としては自治体が検査することを阻むものではないというふうな言葉だったと思います。そして自治体としてはやっぱり心配な人 のフォローアップはしたいから自治体としてやると、なんかそんなふうな結果だったと思います。すみません、福島美優さんの関連で、最新の県民健康調査管理委員会でも、福島県庁の方が県民の意見として、健康調査を続けてほしいと、読み上げられておられましたが、その被災者として怖いからといって健康調査をしてほしくないという先ほどおっしゃった中崎先生のご意見はどこから拾われたものなんでしょうか。すみません、取材をしていて伺ったことがないので。もう直接私が聞いたのは、まあこういう委員会で、はい、2回ありますのフォーマルなところで被災者の代表としてね、被災者の代表として健康調査をしてほしくないという言葉を聞いたと、はい、まあ、その被災者として扱われたくないという言葉。健康調査に関してはだからその健康調査は被災者だから手帳を使って健康調査をやりましょうということを、被災者として健康調査をしたくないという意見を2回聞いたということですか。そうですね、2回聞かれた、はい、分かりました。すみません、もしもですけど、その、フォーマルの方もあともう少しで子ども被災者支援法に基づいてこの会議はできたんですけれども、被災者支援法では被爆に起因する医療費については減免を、まあ、国は講じるべきであると求めているんですが、この専門家会議では一切その医療費減免については議論されなかったんですけど、それはどうしてなんでしょうか。ですからそれは被爆に関係する病気かどうかということを主に議論したわけですね。その科学的に生物学的な効果として影響がある、かどうかと、そのリスクがどれぐらいあるかということは非常に時間をかけてみました。ただ今度はそのリスク、具体的なその科学的なリスクに加えて精神的なあるいは社会的なですね、避難したそういう健康の影響はいっぱいあるん でそれはもうむしろ放射線の影響よりはもっともっと今の日本にとっては大きな問題で、もう もっと力を入れていかなければいけない分野なんだけども、それは我々としては認めても十分に認めてる。だけどこの委員会でそこが議論できるかっていうと、例えば精神科の専門の方もね、リスクコミュニケーションの専門も誰も入ってません。我々は期待されたのは放射線の影響があるかどうかということを期待されて、それについてはまあリスクが低いから医療費についてもまあ議論するまでもないというようなご判断という、そうですね、まあ、医療費までは我々議論しませんでした。ただどこまで放射線による、ね、科学的な議論があるかということ でそれに基づいてその医療費に対して云々っていうのは、それこそ行政の方がこの委員会 の結論を受けて行政がどう医療費を払うにまで話を持っていくかということだろうと思います。ですからこの委員会は専門家としての客観的に放射線の影響が生物学的にどこまであるかということについて、まあ、1年間かかって議論した。それはその初期の始まったばっかりの時の何もわからないで、怖いと言ってた時と3年間経って随分もう測定結果が3年間溜まってきた段階で、我々はその3年間のデータを頭に入れて現在科学的に考えましょう、まあ、そういう立場がこの委員会ではないかと思うんですけどね。そうです、生物学的被害よりもその
精神的な被害の方がより影響が大きいっていう、そのエビデンスはどこに書かれてますか？だからそこはただその別にもう我々 の専門家もいないからだけども、具体的にはエビデンスあるんですかないんですか？ここでエビデンスを出して議論はしてません。ではなぜその、心身の精神的な影響の方が大きいということになるんでしょうか？では今福島県で、新たにお聞きしますけども、福島県でどのエビデンスで病気の人が多いというんですか？104人がんが出てらっしゃいますよね。どこにがん？甲状腺がんが。甲状腺がん出てるのかどうかってどうやって？中田先生論文書いてらっしゃいますよね、うん、10月に。でそこの中ではチェルノブイリよりも甲状腺がんが低線量なのに高いというふうに、なんか高村先生と一緒に書いてらっしゃいますか、うん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 、つまり多いですよね、低線量で。その論文にはチェルノブイリよりも線量が低いけれども甲状腺がんの数は多いということで研究されていらっしゃいますよね。つまり今高村さんと取った文献によってちょっと違うものですからあれだけども、その時は笹川財団としてチェルノブイリで我々が作った超音波を持ってって、そしてそのチェルノブイリで測った時のがんの頻度と、それからのしかも被爆してないというところのね、がんの頻度との福島の頻度が同じだということは書いてあります。福島のが多いというふうに書いてあります。ですから被爆しているところはもう全圧倒的に福島のチェルノブイリが多いですよ。例えば5メリ地方とかなんかっていうことで取ればもう、すみません、その被爆の頻度っていうのは、その福島とチェルノブイリで比べるデータって、福島の場合、1080人しかない。今日8時半まで会議やったはずなんで、お願いします。うん、福島の データっていうのは、福島が被爆してないっていうデータはどこになるんでしょう？被爆してない人、うんうん、いや、で、うん、被爆していない人と、比べたということですか？つまり福島は被爆してないっていう前提で今おっしゃってます、ね、ですから今その環境省 の住宅研究で福島からはるかに離れたところの4000人ですけども、少なくともその方々の行為によって、健康診断を同じような方法でやってもらって、福島と差がなかったというデータはありますよね今。でも3件のあの検査は、ごめんなさい、あの3件調査は多分その疫学的には比較できないんじゃないかというふうに、それ広瀬さんここにいらっしゃるからその時の担当だと思うんですけれども、それはやはりそういう比較はできなくて、もうちょっと多い数で比較されてその論文は先生書かれていると思いますし、その福島が被爆してない、それをね、それを本当に増えたかどうかを見るためにはの同意を取って疫学的にちゃんと意味のある検査をしなければ結果は出ないと。そのために先ほどのおそらく、まあ、今 の想像では、あるいはの他の国際的な段でもずっと生涯フォローしても有意者が出るかどうかわからないと、出ないとは言えないという程度のものですから、だからそれを見つけるためには本当にきちっとした調査を福島でやって何か結果が出るかどうかということですから、今の段階で増えた減ったということはとても言えない、言えるはずがない、ね、すみません、そもそもなんですけど、現在の甲状腺検査って強制なんですか？そういう認識なんですか？でも福島も今は2位だと思いますよ。県立医大の方から受診勧奨 の、うんうん、案内を出して、それで受けた方が受けているというのが現実だと思います。そうすると同意書を取るってことだけが新たに、まあ、あとそれからもう同意書は取ってますけども、包括的な同意でもあるので、より丁寧にやるならば臨床データとかそういうものも集められるような形の研究計画を出して、本来は同意を取るべきっていうのが、データ収集のための同意であるって、そういう趣旨で丁寧にやるとそういうことなんですけど、ただもう一方で包括研究、包括同意は取って動いているっていうのもありますので、であとそれから重要なのが、これから進学とかそういうことで県外の方に行かれるお子さんたちも出てくると思いますが、そういう方たちにきちっとこうアプローチできるような、そういうふうな環境も非常に重要だと思ってますので、そういうことについてもですね、きちっと支援をしていくというふうなですね、ことを
この中には盛り込んであると思いますけど、そういうことも我々はやっていこうと思っているという。国がやる余地がどこにあるのか。いや、それは県と調整とし調整して県にやってもらうということですよ。予算措置はだってもうすでに済んでるじゃないですか。基金でできるところとできないところもありますので、1000億以上さえ必要である。1000億ですか。基金は、780数億だと思いますけど、国はそうです。国が出したのはそのくらい、あと東電が出してました、1000億、それで足りない分また国が保管する必要ってこともなんか国がやる余地がどこに見えないんですか。あ、そうですか。うん、まあ、我々は、まあ、そういうことはやった方がいいと思っていますので、そういう近日中に見た、はい、予算措置をする、疫学調査さんに国の方から予算措置をするということが医療支援として必要だっていう、そういう形でございます。疫学調査に予算をつけて、誰か研究者の人に予算をつけてやらせるって、そういう指示ですか。そこについてはちょっとまた取りまとめて発表しますので、次のタイミングというのは、その疫学調査の結果が出てくるとか、疫学調査はこういうことやりますというタイミングで公表したい、そういう趣旨なんですか。教えてください。この報告書についてはこのまま収集、次のタイミングで、この報告書を受けて国の方でどういう予算措置をしたり事業をやるかという方向性をこれから発表させていただくということでございます。近日中にですね。すみません、今18歳未満の方だけが調査の対象になってますけれども、それ以外の年齢の人々、それからこれから生まれてくる子どもたちについての調査は、これは含まれると考えてよろしいんでしょうか。まあ、その少なくとも今までの報告によると、年齢に非常に関係すると、がんの発生はね。ですから今までもその日本の国で40歳以上はの方は、事故の時に要素剤を飲まなくていいということになっています。すみません、チェルノブイリ だと、その、妊婦あるいは、被爆されてた若い女性が産んだ次世代の方の調査まで行われてますけれども、その必要性は次世代の調査はどこまでのちゃんとその候補と、まあ、その疫学的にやったかはよく分かりませんけどね、少なくともその何か有意差があったという報告はもうですね、国際機関の発表の中には入っていない。すみません、そもそもなんですが、福島の調査は任意調査ですので、被爆線量が高い地域ほど行政を信用せず、調査を受けずに外で、福島県以外の調査で甲状腺の異常が見つかっている例がいくつもあるんですが、そもそもサンプリング調査でもないという点で、科学的な議論に調査が耐えられるのかどうかという点についてはいかがでしょうか。ですから、その科学的な調査が耐えられるようなことをね、やらなきゃならないけども、それをいきなり我々がやんなさいというものではないということ、それぞれ人間が対象ですからね、調査をいきなりの人たち捕まえて、この人たちを調査の対象にしようとは言えない。やっぱりちゃんとお話をして、同意した方がその調査に加わっていただけるということで。なるのが、まあ、今もう常識ですよね、その、はい、なってやるとしてもね。なので、調査で甲状腺がんについて何も議論できないのではないかと思うんですか。被爆線量が高いところほど異常があっても福島県の調査を受けておりませんので、被爆調査だから今の段階では線量に関してのデータが非常に少ないですよね。はい、がんを調べた割にその一人一人の線量が報告されてるわけじゃないから、だから線量との関係は今の段階ではもう言えないでしょうね。だから今度は人から離れて地域としてどうするかという方法も、まあ、いくつか分析の方法がありますからね。分かりました。今の段階では被爆線量と甲状腺がんの評価については言えないということですね。まあ、もし言えるとすれば各地域の差があるかどうかですね。地域例えば非常に近い浜通りと会津地方と比べてね、はい、差があるかとか ね、 そうですね。しかしその調査は2011年3月11日に住民票があった時点のみですので、うんうん、そこに移動していたり、住民票があっただけで、ね、それはもうその一人一人の履歴を調べないといけないでしょうね、はい、もちろんね。なるほど、調査はまだということですね。わかりました、ありがとうございます。先生、そろそろ、すみません、希望する、そろそろ先生お時間になりますので、
担当とか、県外で希望する方がいる場合、先ほど高校と調査を見てから、国も判断するとおっしゃいましたけども、例えば県外でそういう国が、自治体がこういう調査をやりたいって希望が出たときに、国としてそこを支援するっていうのが、この中間報告の中では、その国が支援するかどうかっていうのは、僕この委員会の判断ではなくて、委員会としては、その全員に同じ検査をね、県外の人たちにやるのは、対策型検査をやるのは賛成ではないと、まずそのスクリーン検査のメリット、デメリットをお話しして、そしてその上でやりたいという方がいたら、それに関して、そのちゃんとどういう方法がに関して、自治体が全部お話しすると、そして新潟の検査として受けると。いうことはもちろんもう当然の話だけども、そこに国が支援するかどうかっていうのは、それは我々の議論ではなくて、我々は今そこまで言って、それを行政がどう取り扱うかということで、逆に環境省さんはどうですか。そうですね、だから行政が、今回中間報告で自治体がもし調査したいっていう希望があって、デメリットの部分がですね、ちゃんと把握した上でそれでもやりたいという自治体がいた場合に、国としてはこの中間報告を踏まえてちゃんと予算をつけたりするような方向では考えていらっしゃる。この中間報告を受けて、どういった対策を進めるかというのは近日中に公表させていただきたいと思いますが、今永田議座長がおっしゃったように県外については一律に対策型検診として、福島のような形でやるということは書かれておりませんので、そこは今のところ私どもとしては考えていない状況でございます。ちょっと私メディアが流れてすいませんが、そもそもこの専門家会議は福島以外の子どもたちの健康調査についてどうするかということがメインのテーマだったんじゃないですか。ですからそこに関して今でも、福島でも他でも任意でやってるじゃないですか。だから任意を強調するのは私はおかしいと思っていますし、それから福島以外の子どもたちの健康診断やってくれというお母さんたちの声を受けて、それでこの専門家会議が始まったのに、専門家会議の中間報告が終わる時点で、そこでは、福島県の県民健康調査甲状腺検査の状況を見守る必要があるで終わっているのはひどいんじゃないですか。もう結論出して診断やるぞとかいうことを決める段階ではないですか。この報告書を受ければ現段階ですぐにこういったことをする必要がないというふうに読んでおります。一つ確認なんですけど、会議の中で外部の専門家で、早急に、アウトレードブレイク前に対策を、医療資源の確保とか対策を立てた方がいいというような話もありました。で、県外は先ほど、福島さんもおっしゃってましたけど、病巣被曝の初期線量は福島県内の一部の地域と重なるところが高いところもあって、今そういう意味では検査が行われて、もし万が一ですね、何か後から見つかって非常に深刻な転移とか、あるいはチェルノブイリの初期のような死亡例があった時の、いわゆる刑事的なというか、いわゆる国賠ではない責任について、この会議はどういうふうにお考えなのかなってあったんですけど、永田さんとちょっと部長にお聞きしたいなと思って、いつかきっと裁判が起こるってみんな思ってると思うんですけど、ちょっとお聞きしたいんです。そうですね、検査をすればね、検査をすればそれで終わりという意味じゃなくて、検査をすること自体のメリット、デメリットを十分に理解した上で検査を受けていただくと、そういう態度が抜けて、ただ怖いから検査をしろと言って、何もわからない子どもたちを、もし検査がされなかったことによって、より症例が悪化した場合のことについて、ちょっとどうお考えかっていう。その少なくとも今までの50年 の経験とね、世界中 の科学的な知識を集めて、リスクを計算して、こっちでもあっちでもみんな計算して、そしてそのリスクはこの程度だと言ってるわけですから、そのリスクに対してただ怖いから検査をしろと、という甲状腺がんの場合、リスクは何ミリというふうに考えるか、もう一回確認させていただきます。甲状腺がんのリスク、甲状腺がんでそのリスクが高まるのは、それはね、甲状腺がんのリスクで僕自身が一番管理したのは、そのチェルノブイリの時に
これぐらいの量で起こるはずがないというのが最初の我々の意見だったわけね、の起こった時は。そして実際に調査をして、そしてその疫学的に最初に見つかったんですね。でそれがその本当に疫学的に科学的に意味があるかという議論になって、その時はその放射線はの量はまだ分かってない、だけど疫学的なそういう事実から我々も入って、これはチェルノブイリによって甲状腺がんが今までないものが増えたということを発表したんですね。それはその時には言葉としては客観的事実としてね、例えば時間的、それから地理的なエビデンスによって我々は判断したということを使いましたけども、それはそういうこと、だから線量がなくても起こりうるわけ、判断はできるわけ。今の話だとチェルノブイリの時は線量がわからない時点でその調査されたっていう感じ、線量がわからないけどがんが増えたという事故によってがんが増えたという言い方ね。例えばそれがもし福島県外であった場合にのご責任というか、この会議体としての専門家としての責任をどう捉えられているかっていうところをちょっと。それはね、責任をその考えて責任を逃れようと思ったら何でもやればいいやいいって言ってれば責任がなくなっちゃうわけね。それは責任を取ってでもその住民の人たちの健康にのを真剣に考えるというのが専門家だと思いますよ。責任を恐れて何でもやれやれって言ってたら、それは専門家が責任を果たしたことにはならない。わかりました。